What's up, guys? My name is Carlos. Thank you for stopping by my YouTube channel this week. So today we are in Japan. Today we have two special guests. To my left, we have Genji, which he's going to tell you guys what he does on his channel. どうもはじめまして、日本でファッション YouTuber をさせていただいている Genji と申します。で、まあ、その僕のチャンネルでは、そのファッションにまだその目覚めてない方とか、ファッションをまだ知らない方たちに向けて、ファッションとはこんなものだよとか、ファッションってこんな楽しいものなんだよってことを、広める活動というか、でさらにファッションこうやってコーディネートすればいいってことを、僕のチャンネルで紹介しております。イエーってことで。イエーベイビー。 And to my right here we have Hiroki, andはい、どうもひろきです。僕は日本で、主にディレクター、監督業をやっています。いろんな方の、ね、動画をディレクションして撮影したり、あとは自分の動画でショートムービーなんかを上げています。まあ、その他に自分の趣味の範囲で、ファッションだったり、ビデオ、ブログだったり、いろんなものを上げています。And this is Jordan. Jordan, I'm the gentleman's code if you haven't known already. You can't tell me because I'm wearing a hat, but. Yep. Give it up for him, please. So I have a couple of questions for these two extremely well-dressed gentlemen. And the first question that I have for you guys is, what is your favorite Japanese trend?そうですね、トレンドですか。今あの日本で流行ってるのは、あえて大きめに着る、そのジャストサイズじゃなくて大きめに着て、なんかそのルーズさを出すのが流行っていて、それが今僕の中では一番好きですね。今日本でチェスターコートが流行ってて、でその海外に憧れる気持ちがあるので、なんかイギリス紳士になれた気分で、それがちょっと楽しく来てます僕は。 So obviously here in Japan there's like so much fashion, it's crazy out here, like everywhere you go, subways, restaurants, wherever, everyone has a unique individual style. So being that there's so much fashion here, how do you gather inspiration for your individual self? そこはカルロスさんとちょっと違う考えになってはしまうんですけども、僕は そこまでこう自分の個性 を生み出そうとしているよりかは、まあ、その個性を出すよりも先に、より多くの方から、こうなんだろう、好ましいというか、受けるファッションをしたいっていうのは考えているところで、でとなるとやっぱりこう人々から、より好かれるファッションをすることによって好かれてる自分を演出してるのかなって思います。ちょっと難しいですが、はい。That's deep. That's deep. Take notes. Take notes, guys. すごく深い。そうですね、日本の文化自体いろんなものを取り入れて独自にミックスして、新しいものを生み出すというのが得意な文化だと思うんですよ。それはファッションだけに限らず、食べ物もそうだし、イタリア料理もあるし、中華料理もあるし、アメリカの料理もあるし、で日本で独自にミックスしてオリジナルの美味しい食べ物を作って食べるっていうのが日本人は得意。あとは住むところ、建物もそうですし、いろんな文化のものを取り入れて、独自にミックスして自分らしさを出すというのが、得意なので、そういったところであまり意識せずに自然とできているんじゃないかなというふうには思います。 Yeah, you could definitely see that in shops. The Western clothing. Oh, the Western clothing, yeah. And speaking about Western clothing, what is your favorite Western fashion brand, if you have any? あんまり…まあ、その僕がファッション目覚めたてというか、まあ、H&M がなかったら僕ここまで洋服を好きになれなかったと思うんですね。今でこそあんまり H&M は着てないんですけど、 H&M が安い価格帯で、学生の自分でも買えたからこそ、まあ、その身につけられてファッションで楽しいなって気づかされたので、まあ、H&M はすごく好きです。So H&M, do you want to sponsor these guys? Please. Thank you.
僕は好きというか憧れるっていうものがあって、それは例えば何でもいいんですけど、例えばホワイトとか、あの日本人がまず着れないデザインだなっていうのがあって、でそういったものに憧れを結構抱くっていうっていうところがありますね。特定のブランドとかは、ホワイトっていう。Here in Japan, we saw like a bunch of different people like wearing different crazy things. For example, we saw a guy wearing a bathrobe over his leather jacket, and he had his leather lapels hanging out of the bathrobe, which seems crazy. So, my question to you guys is there like a fashion statement that you guys kind of like don't like in Japan, or is there like a right or wrong trend that you don't like? Ah.今、まあ、知ってるかどうかわからないんですけど、ガチャベルトっていうのが流行ってまして、なんかこうベルトなんですけども、今これぐらいなんですけど、これがもうここぐらいまで長いベルトがあって、それが今ちょっと流行りつつあったんですけども、それって僕からしてみれば邪魔だし、なんだろう、なんかその流行ってる理由があまり見えなかったので、僕はそれを別に取り入れなかったですね。そうですね、日本いろんなファッションの人たちがいて、ゴリッゴリのドスロリロリータファッション、真っ黒な、ロリータファッションだったり、もしくは原宿系すごい可愛らしいファッションだったり、いろいろあるので、どっちかというと自分の目がもうすごい慣れちゃってて、どんなものを見てもあまり動じないくはなってます。ただたまにもう全身、ショッキングピンクのようなもう真っピンクな人とか行ったりするときはさすがにわって思いますけど、大体いろんなものにはもう目が超えてきてるんじゃないですか。It's very hard to shock. It's very hard to shock. It's very hard. You've seen everything. 海外にはそういったなんかショッキングピンクとかの方いますか？なんかそういった破天荒なファッションの方とかは。Genji actually would like to know if in the US、some people like the bathroom guy or shocking pink. If you see people like that or...Not at all. No. So, like, I think in America, I think people even see like if we're dressed some type of way, like just a little bit slight out of the boundaries, like this. I think they'll say like that guy is crazy or he's gay. Well, America, they are kind of harsh. So, like, こいつ黒人だろとか、こいつ gay でしょっていうのは、もう少しでも常識から離れるの、なんかおかしいっていう感じになっちゃう。And literally they know we're leading. So last question that I have for you guys is, what is something that you think is a major, like a must-have in your wardrobe? Whether it's shoes or jackets, like what's a must-have in like every man's closet? 僕はその日本人に限定しちゃうかもしれないですけど、革靴ですね。というのもその日本人ってどこかこう子供っぽくなりがちなところがあって、顔も別にそのなんだろう、幼稚っぽい顔の作りなので、なのでそういったものをよりこうフォーマットするとか、きれいめの方に寄せるためには、革靴などが一足でも持ってれば、その大人っぽい印象に変われるので、まあ、革靴は誰しもその仕事用ではなくて、その普段着に着れるような革靴を着て持っておくのがいいと思います。まあ、僕も革靴っていうところでは同じ意見ではあります。でなおかつもっと言うのであれば、まあ、すごく綺麗な靴とか、あとはデザインとか何でもいいんですけど、絶対的にすごい自信が持てるアイテムを何かしら持っておいた方がいいなと思います。なんかショップとか行った時に絶対たまにこれはっていうピンとくるものが、出会いがあるはずなんですよ。それは絶対買って大切に着て、でそれを着ることによって絶対に自信が持てるんで、このアイテムすごいイケてるっていうことで自分に自信が持てるんで、そのアイテムを見つけてで着る、それが一番大切かなと思います。 So there you guys have it. You guys just heard from two really good fashionable Japanese YouTubers / bloggers, and all their information will be down below in the link. So now I'm going to take you guys on a little fashion tour of what they're wearing, and we're going to do a little lookbook for you guys, so I hope you guys enjoy it. So let's go ahead and get started with that now.
guys have it. I hope you guys got some Japanese inspiration for your everyday wear. And thank you guys so much for stopping by my YouTube channel this week. And I will see you guys very soon. Don't forget to put Japanese style on everything. Bye bye. Bye.